はい、こんにちは。高塚公園にやってきました。ちょっと飛び上がってみましょうね。いきなり階段でございます。何段ぐらいあるよな。さあ行ってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。66段ありました。ここまでね、66段見てみましょうかね。なんて読むて、一の元高塚公園でございます。今は休憩広場がありましてね、上に上がると多目的広場、遊具広場、ここちょっと行ってみましょうかね。じゃあこれをまっすぐ上がって、まっすぐ上がるとね、多目的広場があるんかな。ちょっと行ってみましょうね。上がってみましょうか。あんまり使われてませんね、これね。こんなに素晴らしい公園なのにね、利用されてないみたいですよ、これ。ねえ。もったいないね。あ、ここがおそらく小広場でございますね。小広場、ちょっとこうしようかな。小広場、今ね、公園はね、工事をしとるらしい。遊戯セットのね、これ上がって、これはもったいないね。なので、下のコンクリを見るとね、大体人が通ってるのが分かるんです。通った形跡がないね。もったいないございますね、こんな綺麗な公園。ね、はい、紅葉が綺麗ですよ、紅葉がね。あれで一の元はちょっと読まれんな。のもと言われまへんな。こうスロープずっと上がって広場あるのかな。広場って書いてあるけどね、上がるとこないかね。これん、広場見当たらんな。ここなんだ、これ展望台か。広場が見当たりませんね。これは展望台から眺めが悪いよね。あら、あらあら、どっちだ。あ、ここから上がるんだよな。え、どっちから、こっちから。こっちから行ってみようか。この展望台から下ちょっと登ってみよう。いや、綺麗やね。これ何だな、なんかちょっと木の種類がわからんんだけどね。紅葉がちょっとね、始まってますけどね。ここからほら、あれどこや、生駒山か。え、生駒山、あれちょっとピンとこないよ。生駒山やね。いやいや、あれ間違いない、生駒山や。山頂のアンテナがそうやな。生駒山でございます、ね、ここからずっとまた上上がってみましょうかね。これ誰の里やと。一の元ちょっと呼ばれんな、これ。
ちょっと上がってみればね、ワニシの里になってるね。それはええんだけども、広場がどこあんのかな。広場が、広場どこあるんでしょうね。これは全然これね、歩いて跡がありませんわ。これもったいないね、こんな綺麗なね公園ができてるのに。駐車場があるんですよ、ちゃんとね。あ、これは広場やわ。これ広場、これ。えらい広いよ、これ。広くなりますよ、これは。ねえ、ずーっと見るよ、この広さ。山の上にしては広いね、これね。いや、広いですわ。ここから、ね、100メーターぐらいまで奥行くね。幅が、いや、10メーターで、このね、対角線が100メーターぐらい。ね、木から、あの、木山で。ほんで、ここから上上がられんのかな。あらあら。ここ広がりやけど、上上がられへんのや。どっか上がるとこないかな。上がると上がるとこ。今、一つ上上がるか。公園やけどね、これ。ちょっとボール遊びもできます、これね。で、フェンスも張ってあるからね。フェンスの大きさどうや？フェンスは。もう、これ、野球もできる、野球、あの、ソフトボールとか野球のボールも入らないわ。あれ、これ指上がれないんだ、ここまでか。ほんとね、指上がれないみたいよ。そのね、古墳があるんやけど、古墳がどこなんだろうね。古墳は。これ下見たら苔だらけだからね。人が歩いてまへんよ、これ。全然歩いてない。いや、すごい音や。風が、ものすごい音や。この下を置いたところに、おそらく古墳があるんだよね。その古墳も眺めてなきゃあかんね。今来たのは、あ、そこか。浜洲五条よ。まっすぐ降りると、小広場があるのかな。これ。全然人が歩いた気配がおまへんわ、これ。ねえ。こんな使わないような施設をいっぱい作ってどうするんだろうね。ずっとおいでまんのか、これ。おいでるね。花がきれいに咲いてるや。これ。これ。苔だらけでございます。苔踏まえましょうか。ね。階段上がったところへんかな。66段階段上がって。ということは、古墳が見当たらんね。古墳がどこに見当たるんだよ。あれでもう一回見てみようか。古墳があれ書いてあるな。そこやろ。そこどこに古墳があるんだよ。中野に行かないよ。いや、上がったことなかったな。ああ、今上がったけど、そこ、上がらへんよ。
これでは分からんの、遺跡の丘、分からんの。これ一応でも水平にだったらこんな感じ。そう。使ってまへんわ、これ歩いてないもんね、人の足跡がね。え、ここがね、一の本高塚公園ということはや、一の本に行ってもらえんな。高塚古墳ですか、高塚公園ですか。ここ行けね、あそこの木もあるんや。こっちの木もあるんや。